ヤロスラフ・プラシルは、チェコ、フラデツクラーロベーシューオポチの出身の元サッカー選手。元チェコ代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。18歳の時に、リーグアンのエース、モナコに移籍。しかし、2シーズンでわずか8試合の出場にとどまり、2002年には、リーグズの US クレテイユルシタノエレンタル移籍。クレテイユでは十分なパフォーマンスを披露し、 2003から04シーズン開幕前にモナコに復帰。以後の4シーズンはスタメンに定着。なお、モナコは03の04シーズンにチャンピオンズリーグ決勝まで駒を進めている。2007年、4年契約でリーガエスパニョーラの CA を指す内遺跡。1年目からレギュラーとなり、2007から08シーズンは35試合に出場して4得点。 2008から09シーズンは31試合に出場し4得点を記録した。2009年7月にボルドーへ4年契約で移籍した。移籍金は300万ユーロ前後とみられている。2013年9月、セリエ A のカルチョカターニアに期限付きで移籍した。チェコ代表にも選出され、2004年と2008年のユーロ、そして2006年のワールドカップドイツ大会に、 出場している。ユーロ2008では、グループリーグ最終戦のトルコ戦で2点目を決めた、ものの15分で3点を決めた、トルコの猛攻に敗れ、チームはグループリーグ敗退に終わっている。両足での正確なキックが、持ち味の万能型のミッドフィールダーであり、チェコ代表では、パベルネドベドの後継者と評されている。ありがとうございます。